全国中学校体育大会、いわゆる全中について、今月8日、規模の縮小が発表されました。2027年度から水泳やハンドボールなど9つの競技が実施されなくなり、県内の中学生や指導者からも落胆の声が上がっています。やっぱり中学生の一番大きいのは、憧れとか目標とかもそういう感じです。中学生スポーツ最大規模の全国大会として1979年から毎年開催されている全国中学校体育大会全中。昨年度は陸上やサッカー、柔道、剣道など20競技が実施されました。一方で日本中学校体育連盟は2027年度から水泳やハンドボール、体操や新体操など9競技を全中の実施競技から外すことを発表。基準は2022年度に部活動の設置率が 20% 未満だった競技としています。理由については大会運営に関わる教員の負担を減らすことや少子化への対応などを挙げています。佐賀市の鍋島中学校水泳部、現在の部員は男子のみの11人です。部員は減少傾向ですが、以前は全中に出場したこともあります。寂しい、悲しいです。全中には出場してみたいなって感じがして、中学生の一番大きいのは、憧れとか目標とかもそういう感じです。県内の水泳部の部活動設置率は 20% 未満ですが、去年全中佐賀県予選の水泳競技に出場した生徒はおよそ230人。学校の水泳部には所属せず、クラブチームから出る生徒も多く、競技人口が少ないとは言えません。完了、用意。水泳部顧問の野口元樹さん、中学生の時に全中に出場し、飛び込み競技で4位の成績を収めました。自分も中学生の頃あの舞台で戦ってきたこともあったので、やっぱ素直にちょっと寂しいなという気持ちがやっぱ大きかったなというのはあります。誰もが目指したい場所でもやっぱあるので、子どもたちはもちろん指導者にとっても大きな目標となっていた全中。フリーと S1、 野口さんが求めるのはその代わりとなる大会です。水泳連盟がですね、動いてくださって、中体連に変わるような、スポーツ大会を開いていただいたらですね、やっぱ自分たちのモチベーションというかですね、なんか部活についている先生もあと生徒たちもですね、そこを目指して頑張ろうというふうになりましたので、今後そういう大会ができることに私は期待したいなと思っております。私立佐賀清和中学校ハンドボール部、創部は1999年で、現在の部員は男女合わせて14人です。母から帰宅した時に教えてもらって、驚きました。全国大会に行くことを目標としてたので、その機会が減ってしまうのは寂しいなと思いました。佐賀清和中は全中への出場経験はなく、チームの目指す場所となっていました。自分たちの代では、勝ったら全国行けるけど、自分たちの下の人たちが行けないということで、ハンドボール部に入ってくる人が減ってしまうではないかっていうのが少し心配ではありました。県内で活動している中学校のハンドボール部は、神崎中、桃源商社中央校、そして佐賀清和中の3校のみ。今回の決定が競技人口の減少につながらないか不安視されています。
一方でこうした期待も。開催する県の負担を考えるとなくなることで間違いなくまず負担は軽減されるのかなと。大会は関東や九州、中国など全国9つのブロックが持ち回りで開催。指導する教員は担当する部活動の指導に加えて大会運営も負担します。教員の負担軽減も目的という全中の競技縮小。その一方で長年指導を続けてきた教員は複雑な思いで生徒を見守っています。本当にこういろんな思いが詰まった最後の最後の大きな大会っていうのが全中なので、まあ、本当に残念でしかないですよね。はい、部活動を指導する教員の中には全中がなくなっても部活動の練習量を減らすわけにはいかないので、これからも指導者の負担はほとんど変わらないのではないかという声もありました。文部科学省は教員の負担軽減などを目的に部活動による指導を地域クラブの指導に移す地域移行を進めています。県内では現在陸上、軟式野球、サッカーの3つのクラブチームが中学校の部活動から移行して練習を行っています。今後はこういった地域移行を進めながらも子どもたちの夢の舞台を奪わないような制度改革が求められています。